北陸で、日本のどこかで大きな災害が発生したら、出動、衛星通信社。例えば雨がたくさん降って山が崩れたり、川が氾濫して橋が落ちたり、川の水があふれて住宅に水が押し寄せてきてしまったり、床下浸水や床上浸水が起きてしまったり、北陸地方整備局ではそんな時素早く災害状況を調べに行きます。衛星通信社は災害などが原因で電話やメールがつながらない場所に出動します。衛星を使用して災害対策本部との通信回線をつなげることが役割なんですね。災害現場に到着したら素早くいろいろな機材をセッティングして調査の準備を始めます。衛星通信社の設営スペースとして幅 3.5 メートル、長さ5メートルの広さがあるところに車を駐車できて、車の上空には障害物がない場所が必要になります。空の上の衛星がいる角度、南側、見上げて40度以上が見渡せる場所が必要になります。作業員2人でいろんな準備をして30分ぐらいで通信ができるようになります。ボタン一つ押すだけで衛星のいる方向にアンテナを自動的に向けることができるんですね。すごいでしょう。準備が整えば通信衛星を利用して災害現場から離れた場所にある災害対策本部と情報共有が可能になります。カメラからの映像を送ったり、電話もできるし、メールなんかもできちゃうんですね。災害状況を伝えるために高感度カメラを使った映像を送ります。災害対策本部でもライブ映像を見ることができるんですね。上空からはドローンを使って撮影します。人が簡単に入れないような山奥や被害の大きい災害現場などではとっても有効な方法なんですよ。そしてその撮影した映像を衛星通信回線で災害対策本部に送り、電話連絡したりメールでやり取りしながら連携して救助や災害復旧に役立てるわけですね。被災地へいち早く到着して被害状況を伝える、そして速やかな災害復旧事業へのお手伝いをする、衛星通信社はこれからもいろいろな災害現場で活躍の場を広げていきます。